こんにちは方程式チューバーバですサムネイルでは少し問題が分かりづらかったと思いますこのような問題です N プラスではこの問題をチャレンジされてみてください制限時間の目安は180秒ですなお答えだけが知りたいという方は 動画の説明の部分に何分何十秒と書き添えをいたしましたので、そちらまで動画を飛ばしてご覧ください。この後、動画の解説が入ります。解説をまだ聞かれたくない方は動画を一時停止してお願いします。ではチャレンジタイムです。では解説をいたします。ヒントとしては、エとピを n の式としましょう。その時、き、括弧ルートエのピ乗がイコール一。 これを満たす A と P の条件とは一体どんな条件なのか考えてみてください1つ目としてすぐに思い浮かぶのが A が1の時ですよね。そして2つ目に思い浮かぶのがもちろんこれは1つ目だったかもしれませんけれども累乗部分が0の時しかしこれだけではいけませんよそうこれ A は0じゃないこれが同時になければいけませんよねさてこれ以外にありませんかかこれ以外にあるかどうか これから1分間、ほぼ1分間、変な動画が流れます。その間に考えてみてください。もう一つ、3つ目があるかどうかです。 三つ目、ありますか、ありませんか、どちらですか。三つ目は、ありますです。さて、まず、一番と二番、この二つの条件を先にやりましょう。三つ目は、まだ回答しないようにしたいと思います。それでは、少し動かしましょう。まず、一つ目は、n の二乗マイナス九 n プラスの十九が、このルートの中が一の時。確実に。 累乗部分がどんな数だったとしても1であれば1になりますよねそこでこの1を移行してあげて計算を進めてあげればこのような形で答えが出てきます N は因数分解をしてあげて3と6になりますよねそれでは2つ目です2つ目はこのような形ですよね累乗部分が0なんとかの0乗というのは1でしたよね A の0乗は1ですね累乗が0であれば1になるということですその時にこの A が このね、えー、部分ね、部分これが0であってはいけないからこの問題の場合 n の2ス9 n プラスの1 9は0じゃないですよということを同時に歌っとかなければいけませんねでは計算を進めていきたいと思います n+5n-14=0 のの2乗プラスの14イコール0を因数分解してあげて答えを出してあげると n は2とス7が出てきますさて n は自然数でしたね動かしますよつまり、ここで、 N N はは自然数とということから n は2になりますしかしもう一つの条件がありました,ありましたよね N -9N のの2乗プラスの19スははにななっていいけないつまり n が2の時に0になるのかならないのかを確かめてあげる必要がありますね確かめてあげると5になります0じゃないわけですから n=2 というのがもう一つの答えになりますまずここまで答えは2と3と6と求まっています3つ目もう一つあるんです ヒントをまず言います。n は自然数と言われています。ルートの中は整数ですよね。ルートの中がマイナスになったらいけないじゃないかって思われた方いませんその通りです。それが3番目の答えにつながっています。では、ヒント結論です。そう、ルートの中がマイナス1だったらどうなりますか累乗部分が4乗であれば、いやもちろん4乗じゃなくてもいいですよ。8乗、6乗じゃダメなんだよね。ここにからくりがあります。4乗、8乗、12乗、16乗だったら、 すべて同じく一になります。この問題のからくりはそこです。ルートの中がマイナス一になり、なおかつ累乗部分が四の倍数になれば、絶対に一なんです。お分かりになっていただけましたか？つまり、ルートの中、n の二乗マイナス九、n プラスの十九がマイナス一であれば、累乗部分が四の倍数。つまり、それをどう書けばいいかというと、n の二乗プラスの五、n マイナスの十四合同ゼロ。もっとの四と書けば、これで条件満たしちゃうんですよ。ここで今。 ここちらを ① こちららををと置いたよそして1と2は勝つなんだよね。両方満足しなきゃいけないっていうことがとても大切なポイントです。これをしっかりと押さえて計算を進めていきましょう。では1を因数分解して答えを出してみたいと思います。マイナス -1 を移行して式が動かしますよ。このようになりますよね。n−9n+20=0 となります。因数分解をしてあげると n は 4と5と出てきます。さて、これを使って勝つですから、丸2を攻めていきましょう。丸2を因数分解してあげるとこのような式になります。そして、丸1で出した答え2つのうちの1つ4をまず n に代入してあげましょう。焦がしますよ。ここでいいかな？すると、丸2の式の n に4を代入してあげると2かける11になります。ここ合同ですからね。 合同で, 22, です22というのは4の倍数ではありませんよね。あまりは0にはなりません。あまりが0にならなければいけないっていうのが2の話ですから、n が4の時は成り立たないってことですね。では次に n を5にしてあげましょう。 すると先ほども同じくこちらの緑のマーカーのところの n に5を入れてあげれば5 2カッコ閉じカッコ 5+7 で合同ね 3×12 で36になるわけだ36は4で割り算をしてあげると余りが0だよねということはこの2を満たしていることになるよねつまりこちらの式同じ式ねということから答えは3番目の条件に合う答えは n が5と分かりましたよって答えです答えは N イコール D356 となるわけですね。いかがでしたか、えー、この問題、とても面白い問題の一つだと思います。えー、これで、えー、昭和大学の医学部、えー、こちらの解説を終了いたします。お疲れ様でした。